柔道の高藤直久です。次はチューブを使った上半身のトレーニングを行っていきます。柔道で使う瞬発的な動きを意識してやっております。まず胸を強化するトレーニングを行っていきます。自宅でトレーニングする際にベンチプレスのセットがないので補助の方に持ってもらったり、こちらにチューブをくっつけたりしてトレーニングを行います。まずしっかりとチューブを張ってください。チューブは引っ張り具合によって強度が変わります。チューブをこのように体のチューブの間に体を入れます。そしてしっかりと両手で握ってください。足は自分の好きな方向を前に出してください。ここから一気に瞬発的に前に押します。これをゆっくりやると筋肉は大きくなりますが、柔道の場合はゆっくり動かすことがないので瞬発的にやっております。で10回やっていきます。次はチューブを引くトレーニングです。先ほどは押しましたが力も大切なので瞬発的に膝を曲げて一気に引いていきます。引く際に腕だけで引くのではなく背中でしっかり引いてください。10回やっていきます。次もチューブを引くトレーニングです。今は下に引きましたが、次はチューブを束ねて持って上に引きます。私は柔道選手で引くことが多いので、このトレーニングを小さい頃から行っております。際に柔道をやっている方は際に手首をしっかり見て体を使ってことを意識してください。手だけでいけば肩の後ろだけを強化できますが、瞬発的なトレーニングとして行うため体を使って行ってください。左右10回ずつ行っていきます。反対側いきます。次はチューブを使って一人で行えるトレーニングです。肩を鍛えていきます。両手でしっかりチューブを持ってください。小指を引っ掛けて持ってください。そして足を一歩横に出すのと同時に手を上げます。戻します、上げます、戻します。これを繰り返し行っていきます。足を出した方の肩の方が効くので左右10回ずつ行っていきます。反対いきます。今回はチューブを使った上半身のトレーニングを行いました。瞬発的なトレーニングを行うことによって
より競技に近い動きができると思います。